ルージュ来てますよ。ここもなかなか面白く皆さんですね。やはりあれですよね、ニュージーランドから引っ張ってきてるから、はい、右ハンドってのがいいんだよ。まあ乗りやすいですね。乗りやすいね。小島さん、はい、どうぞお願いします。小島さん、トライアフですね、スプリットファイヤー、はい、これちょっと紹介してください。これはこれは1967年のマーク3スプリットファイヤー。かっこいいね、これが低くてちっちゃくて、ねね、ちっちゃいですよね、タイヤも全体に。でもこのサイズがいいですよね。そうなんですよ。あとこれ見てください、ほらこっちにホイールキャップ、これお家芸ですよね。ねえ、これ泣いちゃいますよ。これがかっこいいですよね。いや、俺ちょっと行きましょう。はい、シート、まあ、当時だからね、もちろん僕らしかないし、この形もかわいいし、タイピングもいいし、入った時の収まりがすごい。ほらこっから見る感じが最高じゃないですか。あのステアリングのね、ほら、男女かっこいいよね。後ろも全部でっかいですよね。手が取るんじゃないかって。本当だ、これどのぐらい155ぐらい、そんなもんでしょうね、これ。ねえ、1.5 ぐらいそんなのないかもしれないですよね。軽ぐらいだよね、日本の。あ、そんなもんですね、多分。これもう街でさ、後ろからこう走ってて、うん、で肩から上がね、こうね、かっこいいですよね。トランクもついてます。綺麗ですよ、トランク付き。トランク付きだね。ちょっと行かせて乗ってみてください。いいね、いいですね。これ横山健さんは好きそうだね。健さんはこういうの好きそうですね。収まりがいいよな。でもアメ車すごい好きですけど、オープンに関しては本当、大きいアメ車のオープンは本当興味ないんですよね。でかすぎる、うん、なんかもうかっこよく見えないですよね、僕には。やっぱオープンはこう小ぶりな方がかっこいいな。これいいよね。いいですね。また程度もいいし。でこれはもうホロですね。これはホロ、もちろんホロマーカーですね、うん、できるの。あ、できます、できます、うん、できる。これ一応このカバーなんで、これを外して、うん、いいですね。ね、こういうところそうだね、雨降ってきたと大変ですよ。あ、雨の日最中これやってるんでね、奥さんも呼ばれるよ。これでよいしょ。いいですね、このなんかね、このね、頼りがないよね。なんか壊れた傘みたいな感じ。頼りないよな、これ。風の日に強い日に飛ばされちゃった、ひっくり返っちゃった傘みたいな。俺これですよ。俺この車家にあったでしょ。はい。お前言わなかったっけな。これね。あ、女の人とデートして。そう。はい、お守りして。この車ですよ。この車俺入った入った。入ってないですよ。そう、入ったっつって俺入ってないんで走ってたから、はい、これがぶっ飛んでバーって行ってあ、こうやって押さえてました。入った入ってない、入ってない、入った。これ大変なんですよ、これはね、雨降ってる最中にこれやってるとね、事件ですよ、これ事件で、そんでまた焦っちゃうから、うまくいかないですよ。さらに、これが硬くなるんですよ。硬化してね。入りました。入った入った入らないでもう振ったもんだして、諸女と童貞ですね。から冬だから届かない。そうですよね、届いてない。奥まで届かないで、届かない。あのね、一応入った。これ多分ね、こっち先なんだよね。そうなんですよ、こっち先で向こうで届いてるんだよね。そうなんですよ、大体そうなんだよね。今悪いやり方をちょっと、こっちの方が飛ぶから下がるの引っ張るなんで、ダメなやり方です今の。このベロがここに挟むんだよね、これ。そうなんですよ、じゃあ水が入ってこないように。また大変なんですよ、ベロが。ベロなんだよ。ちょっとベロ短いですね。短い。A6 スケさん系ですよね。カロのうろん屋系ですよね。だからね、場合によってはもう一回作り直さなくちゃいけない。実は。でもちゃんとね、あの、はい、いや、これは一回貼って、暖かい日に伸ばしましょう。一回。綺麗じゃない、ホロも。綺麗ホロ。いいでしょ。もうこういう苦労がね、こういう車のいいところなんだよ。こんなことにね、そう、こんなことにどうっちゃいけないです。これ普通なんです。こんなことは何ですか。何でもないですね。いいですよ。はい。戻しましょう。戻しましょう。あ、じゃあやる。じゃあもうとっととね、バレないうちに戻しましょう。色いいですね、このバーガンディのね。いいね。シートとね。ね、内装と。それがいいんですよね。この辺で貼れば貼れちゃうんですよ。こうなってくるとやりたいですね、逆に。もう一度ね。目を挽回しておきましょう。で、ここで。ここで、これですね。パチンと入って、パチンと入ってですね。パチンと入って。
で、ここ本当はこう、ここに巻き込むんだ。巻き込むんですね。これ今スプリング、あのスポンジが入っちゃってますけど、そこへこう、こういう風に入れるんですね。いいですね。スポンジが入ってるってことは無理ってこと？いや、こういう風に挟む感じ。隙間を開けないように。隙間を開けない。爪の先でね、こうやっていかなきゃ。こういう風に入れて、これもう雨降ってきた時点でびしょ濡れですよ。最後諦めてる。もうね、そう。俺はね、このことをね、はい、若い時何度もやってたし、本当に悪夢が蘇ってきて今。常にあのカッパは積んどかないと、ね、これでもうあの横浜新道かなんかでびしょ濡れになって、そのまま寒いね、モーテル景品でしょ、そのままね、もうね。入った入った、さっき来ましたね。さあ、今度は前が入んないよ。それ向こうやったらこれでパーンって俺絶対前入んないと思うよ。これやっぱ縮んじゃってんすね。そう、もうこれ無理です。縮んじゃってんの、この冬はね。ホルモン何も縮んじゃってすぐ。もう無理だよ。どうですか、ちょっと足んない。あのね、来ました。大の男が4人でやってました。なのにまだ溜まりました。こんなのね、高速道路でやったらね、みんな引かれちゃうよ。いや、来るトラックに引かれちゃう。怒られるよ。まあでもなんとなくイメージは伝わりました。だこの時ですよ、本当に。言いたいことわかりますよ、これ。運転してる時に、この状態だったんですよ。これですよね。この状態で、ね、横の女の子に、頼むから持ってくれって。女の子、ずっと持ったら、雨水入ってきて。ここからびしょびしょ。こんな、この子いい子だなと本当に思ったもんな。そこで分かりますね。そう、いや、そうなんですよ。嫁を見つけるには古いオープンカーに乗せてからですね。今度貼ってあげたんですけど、ここそう、そこみんなやっちゃってんすだから、これみんなやっちゃってんすよ、これ多分本国でも、ね、やるんだよね。入れないとね、シートの横のところに傷つけちゃう。最後もうめちゃくちゃ、ね、違う話になってきてる。そう、違う話になってきてる。すいません、落ち着いてからやる。ちょっと一回ちょっと僕らもう帰ります。違う車やりましょう。そうだ、違う話になってきてるよこれ。そこでね、ちょっとこっちは入んない。そう、こっちは入んない。もう入りたくなっちゃった。でもいいんですよ、この車、本当は。シャツの襟を立てたような感じです。ちょっと機嫌悪いですけど。ちょっと機嫌悪い。機嫌うまい、OK です。ちょっと見せてください、エンジンルーム。OK です。これエンジンがね、これだけるんですよね。これかっこいいんですよね、トライアングル。隊長、お願いします。ほら、前回の時も見て、あのブルーのやつも、ね、かっこいいな。ダイナモなんてね、これちょっと買えないと、ね、まだね、やってないからね。そうなんです、まだね。でも綺麗に出来上がってるんじゃないですか。そうですね、前のちゃんとこれもね、アルミラジエーター、ラジエーターもアルミにしてくれてるし、タイヤも新しいの。タイヤもハンコックですね。え、ハンコック。こんなに古くなったそうですね。一応 SU のツインキャブ、いいな、かっこいいな。ブレーキマスター、クラッチを締めます。じゃあ、もうそこをですね、カクッと膝を、あ、そうですね、膝カクッと、膝カクッと、で、気をつけてください。で、皆さん名誉挽回でちゃんと入りました。なった、入った。え、あ、よかった。もうこっちに気取られてる間に師匠がもう、ね、丸く収めるって。死体を息したような感じ。ここのでもさ、お店いいよね。面白い。なんかあったかいしな。あ、うん、あのね、買った後に、多分こういう店って、はい、また来てさ、いろいろね、車好きが集まるよね。なんかまたいろいろ相談すればさ、うん、あのなんか古い車やっぱり不安じゃない。売ったっきりじゃね、やっぱね。そうそう、ね、皆さんそれやっぱり一番言いますよ。そうだよね、やっぱこのお店はいいからね、皆さんね、あの買った後、安心できるんだよ。ありがとうございます。買う前がちょっと、だいぶ不安な感じ。これ一応なんていうか、もうこれだけ言っちゃう、はい、あ、一緒だ。一緒なんですよ、たまたま330。ただ今ホルモン縮んでます。もうここはね、ここはもうきっちりきっちりきっちりです。どこでやっぱこれなんだかんだ言ったら390円。あそこまでなんないですよ、こっちの方が。これはガスレポいらないので、うん、あの、ね、これはもう60年代なんで、はい、そのままプラス360ぐらい見ておけば、はい、はい、
そう、もう通るか。ということで、360の皆さん、いかがでしょうか。よろしくお願いします。ペリー等のお笑いバックドロップ、登録お願いします。よろしく。